どうも、あかつきです。オープニングとても大げさにしてしまったんですが、先日ですね、富山県にある某大型酒チェーン店さんでちょっと変わったウイスキーに出会ってしまいました。まあこのラベル見ていただくとわかると思うんですが、ものすごく不気味で相当インパクトを受けてしまいました。最初に見かけた時は普通にスルーしようかなと思ったんですが、まあよくよくウイスキー名を見てみるとですね、ザ・ダブルピートっていう風に書いてあったので、まあスモーキーなウイスキーなのかな、まあ何か2つの銘柄混ぜてるのかなとか、いろいろ面白くなってきて、最終的に買ってきちゃいました。今回はこのラベルが怖すぎるウイスキーを開封をしながら、美味しいか美味しくないかも含めてレビューをしていきたいと思います。このチャンネルではこれからどんどんウイスキーを楽しんでいきたい人に向けた動画を発信しています。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。暁とウイスキー。はい、そしたらまずはこのザ・ダブルピートっていう謎ウイスキーについてもう少しお話をしていこうと思うんですが、先ほども言ったようにこのザ・ダブルピートっていうウイスキーはですね、富山県にもある大手酒チェーン店山屋さんで買ってきたウイスキーです。実際酒屋さんにフラッと立ち寄っただけだったので、まあ、ウイスキーコーナー少しプラプラ歩いてただけだったんですけど、まあ、この怖いちょっとラベルとですね、目が合ってしまって立ち止まってしまいました。実はそこの酒屋さんのこのザ・ダブルピートが置いてあった棚の隣はですね、ビッグピートとかスカリーワグといったちょっと変わったラベルデザインが有名なダグラスレインのウイスキーが多く並んでいました。なので私も最初はですね、ダグラスレインの新商品かなって少し思ったのもあって、その棚の前に、立ち止まってしまいました。ただ実際確認してみると、全然ダグラスレインとは関係なかったんですけど、ただこのウイスキーのザ・ダブルピートっていう名前とこの強烈なラベルのインパクトにちょっと興味が湧いて、少しだけどんなウイスキーかっていうのを調べてみたんですね。まず見た目でわかるところが、ここにですね、ブレンデッドモルトスコッチウイスキーって書いてあるので、まあ2つ以上の蒸留所のモルトウイスキーだけを使ったウイスキーっていうのがわかります。そしてこの下にはですね、700ml でアンチルフィルタード、冷却ろ過をしていないウイスキー、そして、アルコール度数が 46% っていうのも書いてありますよね。まあここまではですね、ウイスキーが好きな方であればある程度パッと見てわかるんじゃないかなと思うんですが、問題はこのザ・ダブルピートの名前からして、どこの蒸留所が、使われているのか、そしてどんなウイスキーがブレンドされているのかっていうところですよね。でそれを解く鍵がですね、このラベルに描かれた不気味なおじさん2人が被っている帽子にちょっとヒントがありました。まずこちらのおじさんの緑の帽子にはアイラっていう風に書かれています。これはもちろん、アイラ島のピーテッドウイスキーを使っているっていう意味だと思います。そしてこちらのおじさんの赤い帽子にはスペイサイドという風に書いてあるので、まあ、この時点で、スペイサイドのモルトウイスキーが使われているっていう予想はつきますよね。まあ、名前がダブルピートっていうことなんで、この状況から予想するとですね、アイラのピーテッドモルトとスペイサイドのピーテッドモルトを、ブレンドして作ったブレンデッドモルトっていうのが予想がつきますよね。そしてこのザ・ダブルピートを作っている会社っていうのはアンガス・ダンディー社っていうところなんですけど、少し有名なところで言うとスモーキー・ジョーとか蒸留所非公開のウイスキーなども販売している会社です。もちろんこのウイスキーも、蒸留所非公開なので、まあ、アイラのピーテッドモルトが何を使用しているかっていうのは分かんないんですけど、まあ、カリラとかラフロイグなのかもしれないです。ただそれ以上に気になるのは、まあ、スペイサイドのピーテッドモルトが何なのかっていうところがちょっと気になるんですが、最初は単純に、スペイサイドのピーテッドモルト探していくと、まあ、ベンリアックとかベンロマックなのかなって一瞬思ったんですが、このアンガス・ダンディー社っていうのは、スコットランドにあるトミントール蒸留所、そしてグレン・カダム蒸留所を買収して所有しています。この2つの蒸留所一応調べてみたんですが、トミントール蒸留所ではですね、50ppm ぐらいのヘビリーピーテッドモルトも仕込んでいるっていうことだったので、おそらく、このスペイサイドのピーテッドモルトはトミントール蒸留所のものなのかなっていうふうに私は予想しました。
こういった蒸留所が非公開のウイスキーって、まあ、ちょっと買いづらい反面、まあ、どんなウイスキー、どんな蒸留所のウイスキーが使われているのかっていうのを予想していく楽しみも結構ありますよね。あと一つは、こういった奇抜なデザインとか変わったデザインのラベルのウイスキーを集めるっていうのも結構楽しいんですが、まあ、私の場合はですね、まあ、ここリビングなんですよね。リビングの机なんですけど、このダブルピートをリビングのテーブルに置きっぱなしにしてたんですよね。そしたら奥さん帰ってきて、まあ、このラベル見た瞬間にですね、見えないところにしまってくれっていうふうに言われちゃったので、まあ、今後どういうふうにしまおうかなっていうのを、悩んでます。ちなみにこのダブルピート山屋さんで購入した金額が4950円税込みです。はい、というわけで早速この個性的なウイスキーを開封して飲んでいきたいと思います。暁とウイスキー。はい、そしたら早速開封して飲んでいこうと思うんですが、まあ、確かに冷静に見ると怖いですよね、このラベルね。特に暗いとこで見ると結構ゾクッとするんですけど、なんでこんな不気味なラベルにしたのかわかんないですよね。スコットランドだと普通なんですかね、こういうの。一応ここのキャップの封の上にもスペースアイラとアイラっていう風に書いてましたね。はい、では開封していきます。正直私もこのウイスキーは山屋さんで初めて見かけたので、結構ですね最近発売輸入されたウイスキーなのかなって思いますね。ネットで調べても正直、情報出てこなかったので、もしね詳しい方いたら教えてください。色味はですね結構中間ぐらいですね、まあ多少琥珀色に近いのかなっていう感じですね。そしてある程度オイリーな感じはあるかもしれないですね。個人的にはスモーキーウイスキー結構好きなので楽しみですね。あー、なるほど、結構あんまりアイラみたいな海の溶度感みたいなものは感じないですね。それよりはですね、どちらかというとフローラルな甘い香りとか、ちょっとビターなドライフルーツのような甘さを感じます。うん、なんか香りだけで言うとハイランドのちょっと甘めのスモーキーウイスキーかなっていうイメージです。それではいただきます。うん、甘いですね。すごく甘いのとちょっとスパイシーな感じがします。うん、香りの印象と最初の飲み口はですね、まさに、まあ、ドライフルーツ、桃のドライフルーツみたいな感じもありますし、アプリコットジャムとか、オレンジマーマレードみたいなちょっと甘さを感じます。あと少し塩っぽさも、多少感じますけど、まあ、ストレートですごくまったり飲めるような甘けむウイスキーっていうイメージではあんまりないかもしれないですね。まあ、それでも今開封したばっかりなんで、これからもっと香りが良くなってくるかもしれないです。ストレートだと好みがちょっと分かれるのかなと思いましたけど、私の印象だとハイランドのウルフバーンにちょっと近いかなっていうのを感じるので、個人的には結構好きかもしれないですね。そしたら次は氷を入れてロック、それからハイボールを飲んでいきます。暁とウイスキー。はい、そしたら次はグラスに氷を入れてきたのでロックで飲んでみます。うん、香りはですねやっぱり冷やすとちょっと甘さが抜けてビターな印象になります。口当たりは結構まろやかなんですけど、味わいで言うとやっぱりビターさとかスパイシーさっていうのがかなり前面に出てきますね。それからちょっと苦味というかですね、レモンとかグレープフルーツの皮に感じるようなちょっと苦いニュアンスも感じます。まあ、ストレートよりはですね味わいの角が丸くなってちょっとまろやかには感じるので私は嫌いではないですけど、まあ、甘さを求める人だとロックは合わないのかなと思いました。まあ、あとは、価格帯を考えてもハイボールも結構楽しめそうなのでハイボール作っていきたいと思います。はい、そしたらハイボール完成したので飲んでいこうと思います。いただきます。
これは結構飲みやすいスモーキーウイスキーのハイボールですね。アイラウイスキー特有のヨード感みたいなものも多少は感じるんですけど、どちらかというと、鼻に抜けるふわっとした甘さがですね、ハイランドのアードモアみたいなちょっと軽めで優しいスモーキーウイスキーの特徴に似てるんじゃないかなと思いました。ある程度ヨード感は感じるんですけど、さすがにアイラ島のアードベックとかラフロイグみたいなガツンとした、スモーキーさとかヨードっぽさっていうのは感じないですね。逆に言うと、そういったアイラ島のパワフルなスモーキーウイスキーに入る前に入門として試すにはかなりちょうどいいウイスキーなんじゃないかなと思います。まあ、先ほど言ったハイランドのアードモアとスカイ島のタリスカー、その2つの、大体中間ぐらいのスモーキーさじゃないかなと個人的には思いましたね。全然美味しいですけどね、普通に。はい、というわけで今回はこの謎ウイスキーザ・ダブルピートを開封してレビューもしていきました。私の感想としては、まあ、スモーキーなウイスキーで、アルコール度数 46%、 そして、冷却ろ過をしてないノンチルフィルターっていうのを考えると、まあ4500円ぐらいでも、まあ、妥当なのかなとは思いますけど、アイラウイスキーのイメージで考えるとしたらちょっと物足りないのかなとも思います。まあ、それ以上にラベルのデザインでかなり好き嫌い分かれちゃうのかなとも思いましたけど、まあ、実際飲んでみて相当面白いウイスキーでした。まあ、このウイスキーだけではなくて、今後もこういった面白いウイスキーとかインパクトの強いウイスキー見かけたら買って試してみようと思いますので、まあ、そういった動画もぜひ楽しみにしていただければと思います。暁とウイスキー、はい、いかがだったでしょうか。今回紹介したこのザ・ダブルピートはですね、相当私の中では衝撃的なラベルだったので、まあ、ずっと忘れないと思いますし、まあ、ちょっと奥さんがね怖がってるので、どういう風に今後保管しようか悩んでます。ただこういった蒸留所非公開のボトルもかなり面白いなとも思ったので、またいろいろチャレンジしていきたいと思いますし、もし皆さんが好きな、蒸留所非公開ボトルあればぜひコメントで教えてください。今回の動画が面白かった、また参考になったと思っていただいた方の高評価、チャンネル登録もぜひお待ちしております。このチャンネルではこれからウイスキーをどんどん楽しんでいきたいと思っている方への動画を中心に、ウイスキーの楽しさや奥深さを発信しています。そして今週の1月28日土曜日の夜9時から暁とウイスキー第2回の YouTube ライブを開催します。初めて参加していただく方でもゆったりと過ごしていただけるような最高の音質、そして最高のウイスキーを飲みながらお待ちしておりますので、皆さんもお好きなウイスキー片手にぜひご参加ください。それでは次回の動画、また土曜日のライブ配信でぜひお待ちしております。バイバイ。